5日間シリーズのマスターズ世代 VS ヤング世代シリーズラストの攻防、優勝戦第12レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇古澤光則、2号艇上野慎之介、3号艇木村光弘、4号艇上条信孝、5号艇平見正彦、6号艇田中恭介、以上の6選手が争います。スタート展示では枠番通りの進入でしたが、3号艇の木村が3コースの角を取っていました。インコースは1号艇の古澤光則です。初日は連勝発進決めました。ここまで4勝オール3連対中です。人気の中心です、1号艇古澤。隣2コースは2号艇の上野慎之介、2号艇上野か3号艇の木村か。3号艇の木村が本番レースは2コースです。3コースが2号艇の上野慎之介です。4コース角には4号艇の上条信孝、5コース5号艇の平見正彦、大外6コースが6号艇の田中恭介です。田中は初優勝を目指す戦いです。スタート展示とは2コース3コースの並びが変わりました。本番レース3対3です。進入インコースから1番3番8番ラッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコースから1号艇の古澤、好スタートを切りました。一周1マーク、1号艇の古澤が好スタートから逃げる。3号艇木村の差し、間からは2号艇の上野を狙ってくる。バックスレッジ、マーク差したのは2号艇の上野、逃げる1号艇の古澤。バックスレッジ先頭、一定進リードは1号艇の古澤もマーク差し届いています。2号艇の上野先頭の差異です。4号艇上条、5号艇の平見、3号艇木村、6号艇の田中、スタート正常でした。一周2マーク、2号艇の上野が外、内は1号艇の古澤。ホーム直線コース、先頭2号艇の上野が一定進リード、1号艇古澤が一定進半差の2番手、3番手4号艇の上条です。2周1マークの旋回、2号艇の上野攻めていったのは1号艇の古澤。バックストレッチは1号艇古澤が2号艇上野かわして、バックストレッチ4艇進5艇進とリードを取って先頭、2番手4号艇の上条が負傷しています。3番手となりました2号艇の上野、2番手3番手の定冠は2艇進から3艇進差。2周2マークの旋回です。1号艇古澤、そして2番手4号艇の上条でホーム直線コース、3番手が2号艇の上野。レースこれから最終周回に入ってきます。4番手以降ですが、5号艇の平見と6号艇の田中、3号艇木村候補接戦です。最終周回1マーク、道中逆転に成功は1号艇の古澤、4号艇の上条2番手、3番手が2号艇の上野。最後のバックストレッチ上位体制は1番4番2番の体制です。先頭争いとなった1号艇古澤と2号艇の上野ですが、1号艇の古澤が最後主導権取りに成功してラストターンマークの旋回です。今年試合2回目、通算では3回目の優勝見えてきました。4号艇の上条、そして2号艇の上野、直線コースまもなくゴール。先頭は1番の古澤、優勝の五輪。4番上条、2番の上野五輪、5番の平見五輪、6番田中、ラストは3番木村五輪。